お世話になります一人でございます。かつて剣盾ではワットバグでゴージャスボールを手に入れてそれで金を稼ぐとかニャースを利用して金を稼ぐとかいろいろな方法がありましたが、鎧の孤島においても新たなお金稼ぎの方法が見つかりました。まあこれを私自身が見つけたわけではなくてツイッターで本日話題となっておりました。それはどうやってやるかと言いますと、今この道場の目の前にいるこの女性ですね、まあ、この普通の女性に話しかけます。そうするともぎたての木の実がもらえまして、クラボの実ですね、これをまあちょっと買ってみましょうか適当に、でこれを使います。でこれ1個80円なんですよね、まあ、とりあえず30個でも買っときましょうか。でそれでこれどうするかというと1個80円ですよね。でこれで、はい、ありがとうございますと言われまして道場に行きます。マスター道場では皆さん大好きなウロボがございますよね。このウロボを実際に使っていきます。で合成するをやりまして、で合成に使う道具を選んでくださいとなっておりますので、これ先ほどのクラボの実、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 これを4つ入れていきます。そうするとこれで合成するとどうなるかというと、はい、レポート書きます。はい、これで、はい、合成完了と、はい、ありがとう、ゲロしてくれてヒートスタンプ手に入れたってなりますよね。はい、これでゲットしました。でこれでどうなるかというと、はい、で先ほどのヒートスタンプを売りに来たで売りに出してみるとどうなるかと言いますと、なんと3000円でございます。つまりこれはどういうことかというと、クラボの実1個80円でしたよね。ですから4つで合成したとして、シェア32だから320円でございます。すっげえ簡単な計算ですね。ヒートスタンプは3000円ですから2680円分稼げるわけでございます。ですのであそこでクラボの実マックス買ってずっとウロボの前でその4つをね与え続けるれば、ヒートスタンプがどんどん貯まるわけじゃないですか。でそれを一気に売ればめっちゃ金になるっていうことですね。ヒートスタンプ1000個持ってたとしたら300万円分もらえますから、しかも多分ウロボって連射機能とか使えるので、そういうコントローラーとか持ってればずっとね自動でお金を貯められるわけでございます。で結構やり込んでる人だったらお金に関しては正直言ってねそこまで欲しい方多くないと思うんですが、一応これツイッターとかで話題になってたので今回ご紹介させていただきました。転売とかって嫌われがちですけど、これは完全に合法な転売ですね。